はい、おっさんでございます。オスカー君でございます。前を横切ったのはアデネーちゃん、オスカー君なんですけどね、肥満で、リコちゃんも肥満ということでね、はい、非常に肥満が話題の2頭なんですけれども、今日はですね、肥満がなぜあかんかって、まあこれはね、もう一般的にね、言われている、病気のリスクが高くなるとか、そういうことはね、もう皆さん分かっていることなので置いといて、はい、肥満になると寿命は短くなります。はい、もうこれはもう間違いなく、あの病気の発症率とか、寿命が短くなるとか、こういったことはね、確実に、起こってきます。やっぱり食事量が多いということは老化が早いんですね。非常に老化が早くなります。この子もね、5歳になったばっかりでもないんですけど、もうすでに眉がね白くなってるんです。リコちゃんの方が分かりやすいんですが、なんだこの眉や、眉、え、この眉なんで眉が白いの、おかしいやん。ご飯食べ過ぎの弊害やな。おばあちゃんである、アデ姉ちゃんとかね、ほらこれレンの前、若いね。おばエイミー、おばエイミーよりお前白いで、眉やばすぎやん、お前。このようにですね、5歳といえば老犬じゃないですよね。老犬じゃない、まあ7歳ぐらいから老犬かなってバーニーズ言われてるんですけども、もうすでに、白髪が出てきてる状態と、ご飯の量が多い、肥満になるということは老化が早くなっちゃうんですね、どうしても。まあ個体差はあるとは思うんですけれども、そういうことがまず弊害として考えられます。大型犬の飼い主さんって大型犬だから大きくなってほしいという願望があるんですね、すごく。でそれについてはまあすごくわかります。やっぱバーニーズ買ったんだから超大型犬だよねって言うんですけど、バーニーズってあの超大型犬かって言われたら、ちょっとクエスチョンなところあります。まあ普通の大型犬じゃないっていう感覚です。はいね、メスでも、だいたい30キロ台から、40キロ台、オスだとね42、3ぐらい、はい、大きい子だと50キロ超える子ももちろんいますけれども、うちの子60キロあります、うちの子70キロありますっていうバーニーズの飼い主さんたちにも会ってきたことはあるんですけれども、実際骨格から判断して60キロあるよね、70キロあるよねっていう子には会ったことはないです。やっぱり長毛種っていうのは肥満がちょっと分かりにくいんですね。もうゴールデンとかもそうですけども、どれぐらい痩せさせた方がいいかとか、どれぐらいの体重を維持した方がいいのかっていうのは、まあ獣医師さんに判断を仰ぐのもいいんですけれども、やっぱりお産後にはもうその専門犬舎、ブリーダーさん、ゴールデンのブリーダーさんとかバーニーズのブリーダーさん、ピレニーズのブリーダーさんっていうのに聞かれた方が一番正確かなと個人的には思います。まあおっさんもね、バーニーズはわりかしわかるんですけども、例えばあの体重だけ聞いても単純に判断できないところがあって、パッと見ですよ、パッと見ピレニーズとバーニーズ飼ってる方がいらっしゃって、あ、同じぐらいかなと思ってもバーニーズの方がだいたい 5,6 キロ重たいです、はい、確実に。バーニーズの方が骨格的にそういう骨格をしてるんですね。ピレニーズはどっちかといえば体高がある、でもバーニーズは横幅があるという犬種なので、ピレニーズはシュッとしてるし、バーニーズはブッとしてるしっていう、そういう犬種の特徴があるので、単純に体重何キロです取ってます痩せてますっていうのではなくて、骨格で、そして犬種によってそれぞれ違うので、専門ブリーダー、専門犬舎の方に、お尋ねするとかですね、した方がいいんじゃないかなと。
肥満の原因とか言われる一つに避妊去勢っていうのがあるんですけれども、避妊去勢をしたから肥満になるのではないです。はい、これネットでもね、避妊去勢したので肥満になってます、太っちゃったんですって言うんですけど、もう単純に食べるものがなければ太らないです。もうそこです。もう飼い主です。もう飼い主が全てです。はい、肥満の原因は犬を太らせると飼いやすいっていうのがあるんですね。で、太るといろんな欲求が、消えていきます。もう食欲だけになってしまうんですね。食欲と睡眠の。だから他の犬にも興味がなくなりますし、周囲に対しても興味がなくなります。もちろん散歩とかも、興味なくなるので、でのそのそ動くので、引っ張りとかもそんなもんないですし、ね、他の犬に興味なければトラブルもないので、犬太らせると飼うの楽なんですよ、飼い主。むちゃくちゃ、はい、日本でもよく言われる大型犬はおっとりしててのそのそ歩いて可愛いよねって言うんですけども、まあ、太らせたらそうなります。だから散歩行かないし、痩せてる時の方がいろいろハングリーという言葉があるように、いろんな周りに対しての興味もすごいし、いろいろ大変です。引っ張り癖もあるし、喧嘩もしちゃうし、いろいろ興味があるからいろんなところに行きたがるっていう、すごい飼い主側っていうのは非常に大変なんですけども、これがなくなってしまいますから非常に飼いやすくなります。だからといって太らせないとかですよね。人間が太るのは、まあ、ご自身の、好みなので好きなようにしてくれたらいいんですけど、痩せたかったら痩せるだろうし、太りたかったら太るだろうし、でも犬の場合はね、何を食べるかどれだけ食べるかっていうのは飼い主さんがコントロールしてあげないと、はい、太ってしまいますし、どうしようもなくなるので。オスカ、おーい、おーい、オスカー、まあこんなんですわ、はい、外にもあんま出ないんですよ。お庭とかに出てもちょろすぐしたら、もう僕帰りますとか言ってね、ケージ戻ってきますねー。